ちょっと一つ訂正するんだけど、すげえなこのマクロのカメラ。今ジーンズの上に置いてあるんだけど、勝手にこんな風に映るんだ。マクロ撮影の何もボタンも何も押してねんに。まあいいや。さっきあのコストコ行った時に、値上げしてますと、いろんな商品値上げしてると。でこれは新しい店舗ができるから、新しい店舗をどうしても値段を下げた状態でね、会員取りてえわけで、そこで他の店で会員がみんなシェアしてるって言ったんだけど、シェアじゃなくてみんなでその分を負担してる。要は他の会員が10円20円多く払った分を、新しくできた店の値下げの原資としてるというわけね。当然ね、最初は安くなきゃ会員が集まらねえから。なんでかっていうと、コストコの利益は会員費で賄われてるっていうことを皆さんよく覚えておいてもらいてんだいな。でコストコのいいところは返品ができるところ。俺アメリカに住んでた時あって、でコストコ、まあコストコじゃなくてもいいんだけど、コストコに商品を返品しますとなったら、いつでもどんなに使ってもまあ全然平気なんだいな。まあそれはウォルマートでも、まあ K マート、まあアメリカのあるそういう、まあこっちで言う、まあカインズホームとかホームセンターだとね、そんなようなところがこうあるわけだ。ウォルマート、K マート、まあそこで買った自転車も、まあ例えば3ヶ月4ヶ月乗って返しても全然問題ねえし、まあ向こうは返品する文化が当たり前なんで、日本だとねこんな乗っちゃったからもうダメだんべとかね思うんだけど、そんなことねえから。でそのアメリカの商売の方法をそのまま日本に持ち込んだコストコではそれが許されてるんで、気兼ねなくやってもいいんだけど、まあそこにはまあモラルだったりとか、まあ倫理、まあ同じ言葉になるんだけど、そこをね、国は違えど、まあ自分の良心、そして日本の社会通念、そして公序良俗に照らし合わせて、まあ返品してみりゃいいんじゃねえかなと。白物家電だけは確か90日か60日かってなってるんだよな。まあそれ以外だったら、まあひでえやつはね、食べ物食べてなんかね、ほとんどその空にした状態で持ってきて、トレイをね返品しろと、これもう処分しちゃったんでって、まあ処分したのか食べたのか分かんねえよ、返品しますってね。返品が来たらそれに応じなきゃいけねえわけでね。まあということで、新しい店ができたらその出店した店のあらゆる商品を格安で新しく入ってきた会員に提供しなきゃいけねえから、その分の値下げの原資を、商品の値下げの原資を他のコストコの店の会員が負担してると。会員怒れ、会員だから怒れねえかね、なんつやいんかね、なんつやいん、ただでさえ高えさ、値段の張る単価のものを1個ね何千円ってする単価のものを買ってるんだから、まあ他行きゃ何百円って買えるものをそれ何千円って出してね、同じ商品を買ってるわけでね、これは会員が怒ってもいいんじゃねえんかなって、怒る案件じゃねえんかなって思うんだけどね。まあといったわけで、栃木にできるんだっけ、あれ茨城にできるんだっけ、北関東で、噂によると明和町にできるみたいな、群馬のね、まああっちの方ね、この前ブラジル料理食べ行ったけど、大泉町に、もうあの辺行くと本当に半分以上が、まあ、外国人なんで、日本人だなって
いう顔してても、実は日系でしたっていう人たちがもうゴロ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 ワンサがいるわけで、ね、まあそういう裏の話をしちまったんだけど、あんま広めねえでね、広められるとちょっと困ることがあるので、ね、ブログとかに、ブログやフェイスブック、ツイッターに載っけようとしてる人はもうダメなんですって。その人ね、お姉さん、男のお姉様なんだけどね、あーいとかって手振る人でね、まあその話、その人の話もちょうど入れといたんだけど、今日見なかったな、その人。もう俺のメンターなんでね、その人。会うといつも話しかけちまうんだけど、まあ帽子を後ろにかぶってるのが特徴なんで、もし見たら話しかけてやってくださいな。